社長のライン、あれか。皆さんになんか二つの謝罪と一つの報告がありますみたいな。あれは言ったよ、普通に。びっくりした俺だって、レペゼンのグループラインで。すげえ尖ったこと社長、鬼長文でし始めたけん。あ、ダメ、これダメなやつやんと思って。ダメなやつ、ダメなやつやってるよと思って。俺はそっとイヤホンを耳に入れて、ファンザを開いた。忘れよって、そう。忘れちゃう？そっと俺は耳にイヤホンをねじ込んだ後、ファンザを開いて、のアクセル入れてたよ。まあ。もう送られてるし、俺が今更どうにかしても無理やな。しこっとったらマジで悩み飛ぶもん。でも現実逃避はこれが最短でいいよ。ですか、今日の企画は社長が歩兵を招いたので樽の形成をします。社長がごちゃごちゃ言い訳始める前に僕が言いたいことは一つ、はい、また今回も来れないファンはファンじゃないとか言われて意味わからん。あれは本当に言い方悪かった。そうは言ってないけどそう捉えられてしまったんだ。あの言い方はそう捉えられますよ。こういうやつはファンじゃねえみたいな捉えられ方したと思って、今こうなった時にあんなこと言うけん。まあ語弊がありましたと、うん、でも本当にやっぱ行きたくても行けよファンに、うん、めっちゃ多い。じゃあ今回も結構急やったりとかいろんな事情があるやん。ファンからめっちゃどうしても行きたくても行けないからペーパービューしてくれって言われて、ということでレペゼン史上初ペーパービューやってみようかなと。今日はオンラインチケットを買ったら携帯とかテレビとかでライブが生配信で見れるということです。ファンからめっちゃどうしても行きたくても行けないからペーパービューしてくれって言われて、ごめんね本当にちょっと言い方悪かった。でもう一個俺試しにやりたいことが一個あるじゃん。今までライブとか T シャツとかみんな買うやん。 T シャツのこう記念に買うみたいなのあれ。でも俺は全通してくれとる人とかって俺確かに鬱陶グッズは全部一緒やん。だけ全通したっていう証拠は残ってないわけです。なるほど、わかる。そうそう、それ2023年から全ライブでできる限り NFT を無料でプレゼントしよう。代々木に行ったら代々木に来たっていう NFT がもらえると。しかもこれ無料。代々木の入り口に代々木用の俺らの等身大パネルを作るわけ、うん、でそのパネルと一緒に写真撮るやん、バシャって。で後ろここに代々木大祭館とかさ、東京ライフって書くやん。でその写真が NFT で、あなた代々木に来てくれましたって言ってプレゼントする。全通したっていうのがこう残るやん。今ここに NFT の説明出てます。まあスタンプラリーみたいなもん。スタンプラリーで10個貯めたらグッズと交換する、うん、ああいいね。全通用のなんかそう、これがちゃんと貯まっていったら T シャツがもらえるとか、そうそうそう、全通限定の、ね、キャップがもらえるとか。じゃあそのレペ強ポイントっていうか、そうそうそう、通ったライブポイントみたいな、それします。第一発目は代々木でお願いします。あの長文ラインはごめんね。後悔してるよ。ちゃんと後悔してるよ。